乃木坂46の久保詩織がパーソナリティを務める、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時、29日、卒業を控える樋口日奈が出演。二人が出演していた TBS 系、ラビット、毎週月曜から金曜朝8時、について語り合う場面があった。この日は、サーティースシングル、好きというのはロックだぜ、の活動をもって乃木坂46から卒業する樋口と、しっかりと語り合った久保、どうしても卒業までに聞いておきたいことがあって、と切り出すと、ラビット、問題、と口にした。出た出たと笑い声を上げた樋口に、久保は、率直に聞きます。手応えありました、とシンプルながら直球で質問を投げかけた。手応えは正直わからないけど、すごい立ち回りはめっちゃ考えた、と後輩、久保からの質問に答えた樋口、今、神奈川、さや、ちゃん、やってるけど、始まる前に連絡来て、どうすればいいですかね、みたいに。すごい悩んでたの、やっぱり、と、神奈川も悩んでいたことを明かしそう思うよな、って。あんまり私が感じたこと言いすぎても固まっちゃうだろうなと思って、あんまり言わなかった、と、具体的なアドバイスはしなかったと明かした。一方自身は、クイズとかも大喜利っぽい雰囲気になってくるから私はあんまり戦わなかった、と樋口、お笑い芸人がたくさん出演する中での自身の立ち位置を考えて行動していた、のだという。この言葉に大きくうなずいた様子の久保は、私その教えをすごい大事に聞いてたんですよ。無理に戦って自分を痛めつける必要はないって、と語り、自身はしっかりと樋口の言葉を胸に収録に臨んでいたと口にした。しかし同時に、それをお聞きしてたから随分楽でしたけど、だからこそ手応えわからなくて、と不安もあったことを吐露した久保。乃木坂46として、ラビットに出演する心得として、樋口がアイドルの枠で呼んでもらったから、お笑いを頑張るっていうより、朝笑顔を届けるって考えると語ると、納得した声を上げた。